皆さんこんにちは、トクミです。今日はですね、クリスマスですね。クリスマス、はい。で、クリスマスなんですけど、実はですね、今日はちょっととある記念日ではありまして、というのはですね、この僕のサンバーですね、この車が納車されてから今日で2年になります。2年ですよ。もう大学2年生の冬になんかね、落札しちゃったんですよ。ヤフオク漁ってたらこの車急に出てきて、ポチってね、落ちんだろうなと思って入札してたら落ちちゃって、はい、で2年前の冬にですね、クリスマス何も予定がなかったので、クリスマス静岡の方に行ってこの車に乗って帰ってきたのが始まりでありますね、はい。もうそこから2年経っちゃったって感じです。早かったですね、2年。なんかまだ、まあ早いですけど、でももう正直僕的にはもう5年ぐらい乗ってる気持ちですね。ずっと乗ってるんで、そう、不思議な関係ですね。この車、買った時の走行距離が22万キロだったんですけど、今がですね、あと500キロで25万キロになります。約この2年間でですね、3万キロ走った感じとなってますね。今年はもう乗ってないですけど、去年よく乗ってて、1年間で確か2万キロ乗りましたね。そう、どこ行くのにもこの車を使ってたんで、めちゃめちゃね、走りましたね。今まで走った中で一番長かった距離が、静岡ですね。どこだね、私が埼玉ですね。岡山から埼玉行って、埼玉から岡山に帰るっていうのをしたことがあるんですけど、それ2日間で多分1200〜1300キロ走ってるんですよね。それが一番長かったですね。意外とよく走りますよ。まあ、静岡から買って帰った時も500キロ近く走ってますね。まあでもね、全然長距離走っても疲れない車となってますね。いい車です。相棒ですね。あと2年前のそれこそ買って4ヶ月後ぐらいからですかね、コロナが入る寸前ぐらいに、高校時代の友人とですね、四国に、旅行に行ったんですよね。それすごくいい思い出に残ってて、その日はそれは2日で確か700キロぐらい走ったんですけど、僕も男2人でこう軽トラでこうね、ぐるーっと回るっていうのがありましたね。うん、狭かったっす荷物運ぶのにはちょっとね、やっぱトランクがないんで、ベランダボックスがあるとすごく便利だったんですけど、ベランダボックスないとこれ不便でしたね。そう、軽トラ買ったら皆さんベランダボックスはまず最初に買いましょう。これ超おすすめです。あとドリンクホルダーを買いましょう。お口が動けないですって感じですね。難しい思い出ですね。あと思い出に残ってることで言えばですね、これ去年の冬、ちょうど今頃ですかね、去年の大晦日、これデビューだったんですけど、この車でスタッドレスタイヤを履いて初めて雪山走ったんですよ。まあね、やっぱ四駆、これパートタイム 4WD って言って、ボタンポチッと押すだけで陸から四駆に切り替わる車となってるんですけど、めちゃめちゃね、走りましたよ。四駆で雪道とかも余裕で走れたんで、さすがやなと思いました。ただね、僕気抜いて雪がまだもうなくなってきたわと思って、肉に切り替えて走ってたらですね、まさかの路面凍ってて、一回これキュッてリアタイヤ滑って柔らかい雪の壁にゾーンとちょっと突っ込んじゃったことありますね。うわー、やっばーと思ったんですけど、なんとかその雪の壁がですね、とても柔らかかったので無事だったんですけどね。ちょっとヒヤッとしたことありますね。そんな思い出があります。最近YouTube ショートとかも結構この車ね、激推して出してるんですけど、皆さんどうですか、見てくださいましたでしょうか。もしよかったらですね、そちらの YouTube ショートの方も見ていただければと思います。あとですね、好きなショート動画があればですね、どれか教えていただければと思います。皆さんよろしければですね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。